セガサミーホールディングスサミー太陽エレック。太陽エレック株式会社は、東京都品川区にあるパチンコパチスロ製造販売会社である。サミーの100%子会社。なお、東京都港区に本社を置くパチスロメーカーの太陽、同じくセガサミーグループのセガトイズの子会社だった太陽とは無関係である。かつてアレンジボールを改良したアレパチを開発。 登録商標を取得している。その後、アレパッチに対する規制が強化される中、2004年の基礎化変更によって、アレパッチの発売が禁止されるまで生産を続けた。創業者は佐藤昌司。基礎化変更によって、パチンコ機の基軸を失った後は、もっぱらアニメゲームとのタイアップ機を中心にリリースを行っている。経営を創業者から、娘の佐藤恵リへ引き継ぎ、 2001年4月11日に大正ジャスダックへ上場。2011年7月27日に上場廃止。2007年にサミーと資本、業務提携し、2011年にサミーの完全子会社になった。2017年4月に本社を愛知県名古屋市中村区名駅南からサミー本社と同じサンシャイン60の29階へ移転。 2018年8月に本社を住友不動産大崎ガーデンタワーオフィス棟へ再移転した。2015年9月、セガサミーグループの遊戯機事業に関する構造、改革を発表。この構造改革では、対応エレックとしては、全従業員の3分の2にあたる約200名の希望退職者の募集などを行ったほか、2016年3月には、瀬戸工場を閉鎖し、 生産機能をサミー川越工場へ集約した。2016年には遊劇機のマルチブランド戦略を見直し、遊劇機のブランドを順次サミーへ統一することを発表。2014年5月から実施しているセガサミーグループにおける構造改革の実施は、2015年4月にゲーム事業やアニメーション事業などのエンターテインメントコンテンツ事業の再編に次ぐものとなる。 これにより、太陽エレックとしては、自社ブランドでの販売から撤退することとなり、太陽エレックが製造する遊戯機のブランドはサミーへ統一された。2017年3月発売の CR ビッグオアスモールが、太陽エレックブランドとしては、最後の機種となったと同時に、2017年9月にサミーから発売された、パチスロ青木鋼のアルペジオマイナスアルスノバマイナス。 以降における太陽エレックが製造した機種に関しては、サミーブランドにて発売するという形となった。2017年3月まで使用していた、旧本シャビルも、2019年12月13日に、約29億円で売却された。ありがとうございます。